J リーグの監督になりつしたらどこの監督やりたいはもうシュワーボでめちゃくちゃシュワーボにお金がある状態でやりたいですね、うん、全部の選手プロ契約で雇ってあげて毎日練習してみたいなスタジアム作ってみたいなだってその方がね自分が思う監督も呼んでこれるしね自分が思ってるコーチも呼んできて思ってるチーム全部作れるから <laughs> どっかのチーム買収して飛び級的なのはないですかいやそれはねあると思うんだけど多分あの 売り手があって買い手があってできることじゃないですかまず一つはでもう一つはやっぱ4から一個ずつ上がってくこの物語って結構大事だと思うんですよ確かに4から例えば今3になったでしょでこっからカントリーバーでし全然いいと思うんですよこの分の時間でね節約できるからなんだけどこれそっちの方が早いって分かっててもしっかり一個ずつ上がってとか最終的に J たどり着いた時のカタルシスとか説得力全然違くない だってあいつ2部と1部のところは行ったじゃんそれ全然いいんだよ。俺やってるチームに対して何も思わないところか、それやるべきと思ってるからねそれやれる方が経営者として優秀だから。だらこれはある意味僕の自分の半分言い訳だと思うぐらいで聞いてほしいんですけど、レオザフットボール TV でドキュメンタリーでザ・シュアボやってるから、ってなると僕らのチームの成り立ち方って、 他の社会人チームと違うんですよ。他の社会人チームは買収とかいろいろあっていくかもしれないけど、うちの場合はドキュメンタリーで4部の一番下の時から戦力集めて、えー、練習して試合していろんな問題出てみんなにいろいろやらながらやるみたいな。いろいろやらなきゃってネガティブな意味じゃなくてね、ポジティブなもの両方あって、いろんなものあって、言っちゃえば自分たちが作ったシュアーボってチームでそれが YouTube でえドキュメンタリー配信されて1個ずつ上がっていったっていう。 だからこそ J に行った時のカタルシスがあるから、時短する方法はあるんだけど、それは最初はその時短の方法をもっと具体的にやるべきで動いたというか、そっち検討した時期あるんだけど、いや、これ多分違うなみたいな。これ回り道こそ最終的には近道になってるやつだなって思ってますね、今。 どうやって今100億出しますって人が言って来て買収しますって言ったらなるかもしんないんだけど <laughs> でも現状何がシュアーボの付加価値かっていうと付加価値っていうか何なら価値かもしんないねだって多分僕がどこかのね社長さんがサポートしてくれてじゃあ関東リーグから参戦ですとか JFL から参戦です全然いいと思うんですよ全然やりたいしなんだけどそれだとね多分 J リーグ行った時の関東って絶対4部から行った時の関東と全然違うじゃん だからそこの価値があるからその歴史の1ページ目から見せてるみたいなのがあるからだから現状はうん考えてない。だから あのホームスタジアムを例えばどこだろうな、なんか埼玉どっかで作れますとか、福島のどっかで作れますとか、沖縄のどっかで作れますとか、まあ、もしあったら沖縄だと大変かな、でも九州のどっかで作れますとか、あった場合に、そこでスタジアム用意します、そこのチあスタジアム持ってるチームがあります、そこを買収できますってなった時に、1カテゴリーぐらいありかもしれないけど、基本、同カテゴリーで買いたいよね。そういう条件が揃って、そこに行ったら J リーグ参入できるから、同じカテゴリーなんで行かせてくださいだったら、サポーターの人も納得するかなみたいな。 だけど今3部でじゃあ関東リーグ2部のチーム1部のチーム買収できますでそこを手話ボ何々に変えましたってなったらちょっと熱落ちそうでしょサポーターの人たちのそんなことないよって言ってくれたら全然あるかもしれないけど結構それはねえ見えるなって思ってるんですよね今どうでしょう あと、グーナ君、宗教学読んで思ったんですが、あれを読んで取り入れるだけで日本代表、だいぶ改善されますね。日本代表のコーチ陣はコスティック改善策を見つけられそうだから気づいてほしい。そう言っていただいてありがとうございます。そう思っていただけていただけるだけで嬉しいんですけど、こちらの宗教学ですね。僕が書いて木崎さんが構成やってくれた本なんですけど、こちらの本ですね。なんと、また増刷決まりまして、この間29,500分まで行って、あと500すれって言ってたじゃないですか。なんと、今回あの、アマゾンでも在庫切れ、楽天でも在庫切れ、みたいな感じで、 3万5000まで来ましたありがとうありがとうありがとうすみません森保さんの観客席への呼びかけ方しちゃいましたありがとう <laughs> いやー嬉しいでもう在庫あれしたか分かんないけどアマゾンも楽天もないらしくて昨日ねこの k 川の人から連絡あったのはもう書店でも結構売れてるから見つけたら買ってくださいって言ってましたね <laughs> 雑な言い方になりましたけどうんいや嬉しいですねほんとなんでねアマゾンでも楽天でもねなかなか見つからないかもしれないですけどそこはもう書店でね皆様で買ってくださいよろしくお願いします印税多分数百万ですけど全部シュアボに突っ込むんで <laughs> なんで僕には入んないですはいっていうかうん僕に入ったとしてもそれがシュアボ行くだけなんて同じですけどねなんで集休学買ってチーム強くして これれの理論がたくくさんん出るサッカーそれを目指しししてまますすでよろしくお願いします今週ねシュアボ新戦術やりますんで、ちょっと選手たちのね、えー、選手の頑張りから、ちょっと一段階、レベルアップ、うん、次のステップに行こうっていうふうに考えてますんで、そちらもお楽しみ。なんで、皆さんの投資によって、投資というか、ご支援によってですね、うん、シュアボのサッカーのクオリティも上がりますんで、サッカーのことを勉強しようとすると、シュアボが強くなるみたいな感じで、引き続きよろしくお願いします。概要欄にね貼ってありますし。 そうねだから本当なんか結構怖い人とか悪い人たちはねあんな素人の意見って言って俺7年やってんだけどなもうみたいな <laughs> 週7でサッカーのゲームね仕事やっててもうグラウンドにも週4ぐらいで行って週3週4で行ってんだけどみたいなあるんですけどそうなんですよでそういう風に言われるけど実際は内容が良かったらね素人が成り上がってもう7年目でここまで来たらうん代表の選手のねアドバイザーやって。 自分でチーム持っっっーーっててやってててオナややたらまあみんなに届くそうあとは、えー、見るなコウチーニョこれね就任当初ねあれなんだよね確か就任初戦だったかなトップねオりギなんだよでトップ下でコウチーニョだったかなで次のシーズンのキャンプであれコウチーニョインサイドハグン使ってめちゃくちゃよかったんですよでサラー取ってきてサラーまでコウチーニョインサイドハーフみたいなただそこでバルセ行っちゃうんだよねルーカス・レイバズが懐かしいね そこの時ねでどんな補強するんですかって言われてもう冷蔵庫にまだ新鮮な食材がいっぱいあるのになんで市場に買いに行かなきゃいけないんだみたいな感じのこと言ってた気がするんでこれ確かクロップが言ったようなまあでもそんな感じで言っててそうでしっかりどんどん入れ替えていくっていうねうんでこれがクロップ悪いかっていうとそうじゃないんですよだってチーム強くしようとしたら入れ替わるもん絶対にそうだから なんかその今言ってくれた子がそうって意味じゃなくて基本そのサッカー界の断りっていうかだからそれで生き残ってる選手とかえぐいんですようちとかでもそうですけどね4部から3部でねドキュメント作ってスポンサーさんがねついていただいてって感じでやってもっと入れ替わると思ったらちゃんとしっかりね残ってる、まあ、高野とか蓮とか亮とか、うん、そう翔太とかみんな頑張ってるなって思いますけどね。 なんかこう普通に残したかった選手いっぱいいると思うんですよ、気持ちとしては。だって、就任当初覚えてるのが、みんなララーナになってもらうぞってクロップ言ったらしいんだらララーナ、走れてライン間でうまくてみたいな、プレスバックとかえぐかったですよ、ララーナ。もう本当にシャトルランみたいに走りまくってゴール前で吹かすみたいなシーンとかね。でそのララーナも残したいけど、やっぱ怪我が増えてみたいな、やっぱ強度出せなくなってとかあるじゃん。そうだから残したいけど、出さなきゃいけない監督の気持ちってありますから。 ここれ見るとおもろいいいよね今どこいんだろうなみたいなそうだクロップねリバプール退任したら今度ねシュアボ東京の監督の座はね空いてますからねちょっとオーナー監督の2つでいくっていうのは大変なんで <laughs> うち来てくれたらね、まあ、月3万は出したいなって思ってますねちょっとうん出しすぎって声もあるかもしれないですけどクロップが来てくれるならそのぐらいは出したいなって思いますね 私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー排出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。